コミュニケーションの文化120ページからについて授業動画を撮っていきます。単元の目標としては、コミュニケーションなので、風土、そして文化について自身の考えを深めることができれば、目標を達成できたと言えます。伸ばしてほしい能力としては、それぞれの項目、例えば日本やアメリカ、アメリカやオーストラリア、オーストラリア、イギリスなどが出てきますが、それぞれの項目を比較する能力や、 そしてコミュニケーションについて自分自身で考えられる能力というものを伸ばしてほしいなと思います。2年次最後の現代文単元です。頑張っていきましょう。突然ですが、タイトルにもあるコミュニケーション能力ってどういう力だと思いますか教科書にはありませんが、コミュニケーション能力について考えるために握力と比較して考えてみましょう。握力の定義としては、物を握る力。握力の計測方法としては、 握力でで測定することができま,すまた握力のトレーニング方法としては一般的にはグーパー運動やハンドグリップなどで握力を高めていくことができます一方コミュニケーション能力は定義も計測方法もトレーニング方法も分かりませんそんな不明なことが多いコミュニケーション能力ですが本書を読むことでコミュニケーション能力について今よりも理解が深まると思いますそれでは頑張っていきましょう まず、筆者について説明します。平田織沙さん。日本の劇作家、演出家です。ちなみに本名です。以下に2つの名言を載せてみました。演劇の技術とは、自分の妄想を他者に伝える技術だ。伝える技術をどれだけ教えたとしても、伝えたいという気持ちが子供の側になければ、技術は身についていかない、というところです。演劇と国語、これらはどのように関わってくるのでしょうか。結論。 本作の内容としては次の4つのまとまりに分けられます。話しかけるのが苦手な日本人。自分から話しかけるオーストラリア、アメリカ人。コミュニケーションの違いは文化、風土の違い。コミュニケーションについて日本人は真剣に考える必要が出てきた。この4つです。それでは教科書に入っていきましょう。筆者は演劇の創作以外にも外部へ出向き、演劇教室を行っているとのことです。 その中のコミュニケーションゲームの一つが列車の中で声をかけるという寸劇です。A と B の2人が乗っている列車の席に C が乗り込んできました。その後 C はご旅行ですかと声をかけるそんな場面です。これらは一見何でもない台本に思えます。しかし、高校生はうまく表現することができませんでした。それはなぜか 高校生の言葉を借りると「初めて会った人と話したことがないから」という答えが返ってきましたそれなら大人はどうでしょうか実は社会人もうまく表現することができませんでしたこの結果から筆者は「年代に関係なく他人に話しかけるのが苦手な人が多いことが分かってきた」と述べていますそのことに気づいた筆者は「他人と乗り合わせた時に自分から声をかけますか?」という質問を 日本だけでなく世界中で行いました結果は以下の通りです自分から声をかけると答えた日本人は全体の1割ほどまた相手によって話すかどうかを決めるというのも日本人のコミュニケーションの特徴でした一方海外はどうでしょうかオーストラリアとイギリスでは自分から声をかけるのがオーストラリアでは5割イギリスでは3割といった結果でしたししかし人種や民族による という意見もありましたどういうことかというと「人から紹介されない限りむやみに他人とは話さない」というのがイギリス式教育であり「話すかどうか」というのは自分に関わってくるというものです。そしてアメリカやオーストラリアでは他人に話しかける率が高いことが分かりました。具体的にはエレベーターなどの例がありましたね。もしそうであれば次のような仮説が成り立つのではないでしょうか。 仮にコミュニケーション能力を話しかける能力だとするとアメリカ人はコミュニケーション能力に優れていて日本人は劣っているのではないかしかし筆者はそれに対してきっぱりとノーと言いますなぜならアメリカの社会と日本の社会ではコミュニケーションの文化に違いがあるからですアメリカでは相手への行為を示さないとうまくいかない社会に対して日本では島村社会だったため あえて声や形にするのは野暮だとされてきました。コミュニケーションには文化や風土で違いがあることがわかります。先ほどの内容を表にまとめてみるとこのようになります。日本では島、村社会だったため自分からは話しかけない文化ができました。アメリカでは行為の表明が必要な社会であったため自分から話しかけるという文化が生まれました。それぞれの国や民族にはコミュニケーションの文化があり、 それぞれぞ尊く美点があることは言うまでもないでしょう。とはいえ日本もそうは言っていられない社会つまり話しかけなくてもいいとは言っていられない社会になってきました。背景としては国際化がありますだから私たちが培ってきたコミュニケーション文化から何を残し何を変えていかざるを得ないかを真剣に考える必要があると筆者は述べています。本作の後半をまとめると以下のようになります。 かつての日本では島・村社会だったため現在は自分からは話しかけないというコミュニケーションの文化があります。これは尊重すべきではあるもののそうも言っていられない時代に差し掛かっています。そこで古来から培ってきたコミュニケーションの文化を見直していく必要があるということになります。最初に提示した4つのまとまりについて理解はできたでしょうか。話しかける文化、そうでもない文化というものは優劣ではなく 文化の違いから来るものでした。とはいえ、いつまでも黙っている社会では国際社会から取り残されてしまうため、何らかの変化を起こすべきだというのが本作の内容です。今回の内容について、平田織座さんが YouTube で詳しく述べていますので、そちらをご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。以上でコミュニケーションの文化の授業は終了です。現在のコミュニケーションの違いには国の歴史が関わっているというのは面白いものでしたね。 さて、ここで確認です。日本とオーストラリアではどのような違いがあったでしょうかまた、オーストラリアとイギリスの共通点は何だったでしょうかそれができれば比較はバッチリです。この調子で頑張っていきましょう。